新井監督続投。この日、松田はじめオーナーは来期の新井監督について当然指揮を取ってもらおうと考えている。うまく選手を使いながら終盤までよく戦った。これまで定着していなかった選手が活躍した。契約は単年だが、球団は就任時から5年を基本路線としていて、続投は規定路線となる就任3年目の来期7年ぶり頂点を目指す。結局は続投で収まったか。投手陣はなんとかなるだろうと思うけど、野手陣は今年のドラフトで野手中心で良いくらいに有望株の野手が少ない。オーナーの詫びなんかいらないから、オフの補強してくれ。3年連続で9月にも言えたら3年ではないぞ。問題は新井以外のコーチの連中の去就だよな。こいつらみんな留任なら終わり。苦しむと思ったなら補強したってや。9月だけ極端に弱かっただけやし、まあ当然やな。コーチ陣いい加減大量刷新してくれ。なにで浅山向井が未だにやってんだよ。温情采配もやめてな。新井監督続投なら9月以降の大失速の責任誰かが取らないと。この戦力で4位は十分すごいぞ。立浪を見ろ。そもそも5年くらいの長期の予定やったやし、最低でも3年はやるやろ。 1% の奇跡を語り継ぐ義務がある。とりあえず来年真夏デーゲームはやめときなよ。日ハムのレイエスみたいに助っ人当たってたら優勝だったよね。